しっかりとした自分たちの力を持っている選手を普通の通りのこう線路に軌道修正しただけだとは思うんですけれども、こうもチームが変わるとは思いませんでした。そうですね。試合開始の予定は19時3分です。今キックオフの笛が鳴りました。前線のブアニカをめがけたボール跳ね返していきました。深さを取っていきます。さあここは神谷、神谷、西久保に当たったセカンド、チアゴサンタラ、逆サイドから来た。乾のシュートでしたけれども、なんとかかき出します。かなり激しいマッチアップを見せています。さあそこにボールが来ますけれども、バウンドをしたヘッド、鈴木大輔、ずっと来た。なんとなんと決めたのはクラブのバンディエラ、35歳米倉で持っていけなかったこのロングスロー、まあ、清水が唯一見せたこのゲームで好きと言ってもいいかもしれません。バウンドさせましたよね。そうですね、バウンドさせるとこれが起こるんですよ。いや難しい体勢でしたけど、よく枠飛ばしましたね米倉も。吉田が入れる、北側に対して2人で囲んでいく、そして切っていく、ここで試合終了の笛。35歳